前と対等で夜更かしできる。ガラ、文福に似てるな。まあ、今の力ではこんなところか。お前らは俺の作った失敗作だな。主の上げ足ばかり取って。向こうの戦闘は大丈夫だろう。平井信玄、もらった。お前を絶対死なせはしない。死なせるか。そこを狙うのがお前の常だった。お互いにな。お前ら兄弟がかつての力を出し切れないのには理由がある。こちら側につくかはわからぬがな。内派の少年、お前に術を。その戦術尺打に呼応して奴を縛る術だ。ならあんた自身でやれ。今以上にチャクラを練ることができないようだ。それにお前はこの杭に触れない。ほ、なぜ内派の俺に。それがどうした。奴を止めるのに何の関係がある。だからこそお前に助かるチャンスを与えた。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。お前なら力でなくマダラを止めることができるかもしれない。お前はマダラ。お前は生き返ってまで何を望む。だがこの世界は失敗した前任者柱間のものだ。無限つくよみとやらはお前の考えか。しかしその一方で争いを望んでもいる。人でなくなるということに他ならない。そしてその二つは隣り合わ。何かを守るためには何かを。確かに一理ある。夢じゃない。これは何だ。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと言ったはずだ。残された時間は少ないとな。残まだ。貴様というやつは。こんな輩に足止めされるとは。って言っただろ。それに僕の質問に真面目に答えるやつは、まあ、人を殺した時のスッキリ感に似てるって思うんだ。一度に同じ術出して相殺させちゃうとはね。江戸天聖の三代目しか対応できなくなってるってことだ。正直綱手様も私も静音先輩ももう医療忍術は使えないと考え。マダラはナルトの小僧に託すしか。今がチャンスですよオロチマル様。そんな。うるさいよ。嘘。やっぱり早めにやった方が良さそうね。なんだあれは。ガーラ様の。あそこか。道中ナルトを少しでも回復するんだ。私にはもう医療忍術。向こうで何があったの。いいから来い。グズグズするな。ナルト君がいるの。 あそこだ。お前白眼があんだろうが。
ルト君の心臓の鼓動がどんどん弱く。渦巻きナルト。ん？それは絶対のルールだからね。その目を持っていると己自身を失う。本当の終わりというやつ。この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。父を、母を、内派を変えることが。影のところへだ。風影のガキ、それでナルトは助かる。四代目のところへ急え。わしが抜かれた時点でそれは消え。分かったな、ガーラ。頼んだぞ、風影のガキ。残り少ないチャクラでできること。見る限り簡単には死なせやしないわ。せめてわしの近日で魂だけでも。ねえ、カリンのやつ飛び出してっちゃったよ。おっと、ここは通っ。渦巻きクシナと同じ力。壊してくれちゃって。宇宙を止めんな。呪因か。残念でした。まあいっか、向こうへ行って。にしてもあやつ、何者じゃ。これが陸道の力か。渦巻きナルトという。かつてのあんたの馬鹿げた夢は今はもう。あんたの夢は。サスケの状態によっては体を奪いにかかるかもしれない。サスケのいた場所に誰かいる。チャクラに覚えは。嫌な感じがする。ならもっと彼の風はここまでかしらね。カリン、だからってそんなに飛ばすとすぐバテるわよ。